JR 沼津駅周辺の鉄道を高架化する事業は必要ないとして、地権者らが国や県を相手取り、事業認定の無効などを求めていた裁判が今日結審しました。判決は今年12月に出る予定です。県と沼津市が進める JR 沼津駅周辺の鉄道高架事業は、長年にわたりその是非が賛成派と反対派との間で議論され、塩漬けの状態になっています。高架化するのに必要となる貨物駅の移転先の土地の地権者らは、事業の必要性はないなどとして国に対し事業認定の無効などを求め、裁判を起こしています。今日の裁判では両者の争点整理が行われて結審し、判決は今年12月24日に言い渡されます。一方、市は地権者らに土地の明け渡しを求めていて、県の収容委員会が採決した明け渡しの期限は最も遅いもので今年11月になっています。